ノエル・アントワーヌ・プルーシェはフランスの神父、著述家である。1732年の博物学の著書、自然の光景は評判になり多くの言語に翻訳された。ランスのパン屋の息子に生まれた。1710年にランスの修辞学の教師となった。1713年のクレメンス11世の教皇直書の布告によって宗教的立場を離れて、 町の大学の学長の職に就いたが、その職を追われて、ルーアンに逃れた。有力者の息子の家庭教師を務め、自然科学を教え、この経験が自然の光景執筆の方がとなった。著書、自然の光景前後部発刊は1732年から刊行され、評判となり、多くの国語に翻訳されるとともに、多くの自然科学愛好家を増やすことに貢献した。 科学書として、より啓蒙書としての価値はあるが、神父としての宗教的信念からの目的論の立場での記述がされていると評価されている。この本には、マドレーヌ・フランソワーズ・バスポルトなどの植物画家が図版を提供した。他の著書には以下のものがある。文明の中の博物学、西王と日本西村三郎1999年8月31日。 キノクニア書店 ISBN43 億1400万8504ジェフエアーズニールディクショナリーオブパステリスッツビ4800オンラインエディション2018年4月7日閲覧ありがとうございます